冷え方後期冷え方、後期9月20日から1973年3月8日は、日本の内務官僚、教育者、幹線秋田県知事、熊本県下市基群海東村南海東大園に、海東村長、冷え方おもんみ一の長男として生まれる。熊本県立中学最最高、第五高等学校を経て、1913年、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、熊本県属となる。以後、大正4年に山口県警視、大正6年に山口県沢郡長、大正7年に宮城県理事館、大正10年に福岡県理事館から内務省に移動し、国政飲食機関となり、 大正13年11月に山梨県書記官内務部長となり、その後神奈川書記官内務部長などを歴任。1930年6月、感染第32代秋田県知事に就任。県財政の赤字のため、緊縮財政を徹底して推進した。1931年12月18日、知事を休職。百三十二年一月十九日、 医顔面本官となり退官した。政変に巻き込まれて、寛解を去った後、横浜で弁護士を開業するとともに、東京球団にあった和洋裁縫女子専門学校の経営に当たった。大学園に育て上げ、和洋女子大学学長、私立大学協会長、大学設置審議会委員などを歴任。百六十五年、訓二当助九百七十三年没。 ありがとうございます。